17世紀の絵画、ドミニコ、グスマンの聖ドミニコは、ドミニコ界の創設者、カトリックの修道士、聖人。スペイン語名は、ドミンゴデ・グスマン・ガルセス。聖ドミニコとも称される。1170年に、旧カスティーリア地方の貧しい農村、カレル映画で、フェリックス・デ・グスマンと不アナデ・朝の子として生まれ、ドミンゴデ・シロスにちなみドミンゴと名付けられた。 ザクセンのヨルダンが表した伝記によれば、母福者ヨハンナはドミニコが体内にいる時に犬の姿で松明を加えて飛び出し、全世界に火を放つ夢を見たという。この夢は中世にはドミニコ界をドミニクンス、ドミニケーンズとするシャレのように考えられた。6歳から母方のおじが主席司祭を務める教会で勉強した。14歳から28歳までパレンシアに住み、 後に、パレンシア大学へと発展するパレンシアの学校で、6年間人文科学と哲学を4年間進学を学んだ。しかし、植え替わく貧しい人々がいる中、勉強ばかりしていられないと思い立ち、ドミニコは自分の持ち物をすべて施した。その中には、聖書もあった。意欲に燃えて、アナトリアへの伝道を教皇に申し出て、司教と共に語り派のはびこるラングドック地方に、 送られた。そこで、カトリックの殿堂は、イタと同様の熱情と幻覚主義が必要と悟り、製品の生活に入る。この頃、イタの信者たちをどうにか改心させたいと祈っていたところ、聖母マリアが現れて、ドミニコにロザリオを渡したという逸話が存在する。そのため、ドミニコ界がロザリオの普及に貢献したとも言われている。ドミニコは、南フランス。 スペインを旅して説教して回り、改心する者はたちまち増えた。同時にドミニコに共感する者たちも集まるようになり、1216年にドミニコ会を結成した。1216年に教皇ホノリウス三世に認可される。ある日、ドミニコは夢で天国を訪問した。しかし、ドミニコ会の者が誰もいなかった。 嘆き悲しんでいると、聖母マリアが現れ、ドミニコ会の会員たちが自分のマントの中にいることを告げたという。三度死去になるよう勧められるがすべて拒み、死災のまま1221年に死去。ドミニコの生涯は真理を求める一生であり、その説教は真理に基づいた説教だったと伝えられている。また、その生活は大変貧しかったという。 死後の1234年、成人に劣せられた。ありがとうございます。